2月21日のヘリ姫スイーツです。木曜日なので更新がありますぞと。2月21新ステージ登場ポチ。2月21からのはお菓子センサー反応あり。うわー、なんかギミック系か。でもこれは別に大丈夫かな。切り替えでなんかダメージ食らったり回復する系かな。登場スケジュールは1日に3回の巨大金木を探して、期間限定ステージ使い回し系ですね。うん、ナイトの新スキル、ん？新覚醒武器を体験しよう。なんでまたやってんの？別にいらなくはないけど、まあいっか。うん、そんぐらいかな。うん、バレンタインイベント中だからね、そこまで大きな更新はないのは分かっていたけど。でミクのイベントが終わりましてと。討伐ステージもそうだけども、まずスロットをやってみようか。今日の無料分は新覚醒スロット。まただ。新覚醒武器をしばらく押していくのかな。何これ、普通の剣士の武器かだね。まあ入武器だったら、うん、まだいいかなってとこだね。でも新覚醒武器とはいえ、超人の方はいいけどナイトの方は別にって感じだな。まあないよりはいいけどっていうぐらいの。さてその討伐ステージやってみるか。でこの新覚醒のやつだけども、これ前からあったやつだね。あ、どうですか、まだ1個ゲットできてない。ちょっと先やってみようか。プラチナアップでいいかな。プラチナドロップのアップするドレス、もっといい倍率のやつ欲しいな。俺の持ってるのこの78とか、結構低めになったな。低めというか、昔はこれでもいい方というか、今でも十分いい方ではあるんだけど、どんどん上がってきてるからね。ああ、そういうやつか。思い出した思い出した。まずシールド破壊をしなくちゃいけないんだよね。俺の手持ちだと激、雫かなんかができるんだっけかな。この子は単にシールド破壊の2種類ぐらい出るんだよね確か。で激ナの方は特にないか、デバフがかかるぐらいで。ちょっと編成直すか。デッキ編成の、デッキの数もうちょい増やしたいよね。使用人じゃない、これは俺じゃない、こっちで。まあジャッジメントと激しぐれ、違う、激しずく、もう未だに覚えらんない。変えてシールド解除がついてるのでと。ただもう一種類のね、シールドがさっきみたいのじゃない方は何しようかな。ちょっとネクロマンサーとか使えたら遊んでみよう。さあどっちかな。あ、ライフが15な方か。ネクロマンサーの復活貫通で。そい。どんくらい減るかな？ 4 か。フリー属性でこれだけ減れば十分でしょう。で、あとは激しグレーぐらいかな、俺は。ただ、激しグレーは貫通いくつだっけ？あ、でも結構いったな。早い早い。で、音でかくね。多分この、うん、復活貫通のやつがさ、かぶってんじゃないの？そこが分ければいいのに。あ、分ければっていうか、1回分でいいのに。複数回のが混ざってんじゃないのかね、これ。デバフをかけのと。まあ、おまけ程度だけどね。これで終わるかな。はい、ターンの財。激しぐれ大きくさせて、そっちだった方がよかったな。その方が弱点もつけるし、早そう。しかし経験値がまず味だな。これだったらそんなに回りたくないね。アイテム一通りゲットしたらもういいかなってなっちゃうね。さて、
新ステージ、討伐ステージは、ふむふむ、どれにしようかな。とりあえず一番レベル高いやつにしよう。で、属性は最初はもう気にしない。ゴリで押す。お、回復してる。僕のフェイス甘いですか？見えないだろお前。死んだ。これ叩くと入れ替わるやつかな。ターンで入れ替わるやつかな。動かさなくてもね、うん、演出中でも回復しちゃうんで早めにやりましょうってとこで。これ6時間に1回だから、今日お昼の分があったんだろうけど、ちょっとそっちやれなかったからもったいないな。あとはバレンタインステージを回っておけばってところなんで、今週はそんなに忙しくないかね。うん。なので FGO がね CCC 復刻やってるし、そっちを頑張った方がいいね。他を頑張れるぞ。いいぞ。よいしょ。まあ2月は割と抑えめだよね。イベントとかも、現実世界もそうだし、1月はね年明けもそうだし、いろいろイベントあったけど、3月は3月でね、今度は年度末とかいろいろあるけど、なんか2月って割と抑えめな感じだと思う。マイナス駅に泊まったらね結構減るしね。桃鉄の話だ。よし、じゃあ今日はこれぐらいにしてさらっと終わっちゃいましょうか。うん、てな感じで今日はここまで。また明日。